楽しい。痛いですね。ゴリゴリ。ゴリゴリしてますね。こっちの足いいですか？ちっちゃいですね。ね、この辺で特に、うん、張ってる感じ強いですね。うん、さっきより音がしてきてちょっと動きが出てきたなっていう感じるので、うん、柔らかさも少しありますので、うん、はい、じゃあこれで拭き取りますね。はい、熱々熱々熱々感じるだけなんで多分これ押されてもね、苦しい痛いっていうのが最初に比べて相当、うん、減りましたよね。で、こ
のちょっとこの左下バラ、うん、一番こう詰まった感じとか、うん、押した時の痛み出やすいとこなんですよ、うんうん、だから慣れなかったんだそこだけ、うん、結構こう溜まっちゃってる人が多い。今こう温めて揺らしていってするとかなり緩んできたので、うんうん、今だとここ押してもそんなに痛くないですよね。そうです。うん、それにどんどんタオルが熱く感じてくる。取りますね。あ、ちょっと後ろ側も拭きますね。なんか引いたジェルって不思議ですね。はい、ポカポカ感が ね。もうかなり多分今、うん、感触そう。日によって本当にその形が、あ、はいはいはい、違ったり、はいはいはい、なんかお腹の大きさが全然違う。あ、はいはいはい、そうなんです。うん、うん、サインだったり、まあ、結構、ね、やっぱりお腹って真ん中なので、うん、体のね、あの各症状が出やすい。なんでちょっとお腹もね、おへそチェックしたりとか触ったりして、うん、痛みがないかとか冷めて冷たくないかとか、うんうん、夏に意識してやっていただくといいですね。はい、はい、柔らかい、もいいですし、こう気持ち、あの足の冷えとかもお腹があったかくなると改善されますから、うん。